こんにちは。旅先で見つけた美味しいお店を紹介するチャンネルです。今日も美味しいお店をご紹介いたしますので、メモ代わりにチャンネル登録をお願いいたします。今中央区南八条西6丁目を歩いています。一人飲みに優しい酒屋があると聞いて来たのですが、どうやら閉まっているみたいです。またの機会にお伺いしたいと思います。いろいろと徘徊していたら回転寿司がありました。ギョギョギョというお店のようです。営業しているかは不明です。営業していれば今度来てみたいと思います。雰囲気的に営業してそうです。昼に来てみたいと思います。場所は南五条になります。ここまでブラブラと歩いてきてしまいました。信玄は相変わらず並んでいました。それでも少ない方ではないでしょうか。信玄が営業中ということは1時前ですね。前々から考えていたのですが、今日はこちらにお邪魔をいたします。信玄が閉まっていてもこちらはまだ開いているようです。早朝3時まで開いているみたいです。ここの場所は中央区南7条西9丁目1になります。昔は何にもなかったのですが、今ではラーメン屋も何店かあるようです。信玄から歩いて5分ぐらいだと思います。今日お伺いするのはこちらの一元さんになります。前々から思っていたのですが、空港の一元さんは長蛇の列ですが、こちらは日中少し並ぶ程度だと思います。深夜3時まで営業していただけてるし、お酒の締めに良いのではないでしょうか。店内にも街はほとんどいませんでした。深夜なのに店員さんの掛け声が元気がいいです。壁のサインがすごい数です。多分全部じゃないとは思います。サインだけだと誰が来てるのかさっぱりわかりませんが、よく見ると顔写真が貼ってありました。これ論文の厚さんでしょうか。店内も白木が貴重で清潔感があります。空港店しか行ったことがなかったのですが、本店の方が広々してゆっくりと食事ができそうです。2、3分待ったでしょうか。順番が来ました。深夜の1時過ぎなのに人気がありますね。早速頼みました。まずはビールで飲み直しをします。いつも一元さんに来るとエビ味噌の味わいなので、今日は初めて食べるエビ味噌そのままを頼んでみました。正直スープの感想なのですが、エビが強すぎでした。臭くはないのですが、もう口の中がエビの味です。麺は太麺ストレート、札幌ラーメンでは珍しい麺です。ちなみに私の顔にモザイクをかけてますが、汚いおじさんの食べる姿なんて見たくないのでモザイクにしました。エビ味噌そのままよりもエビ塩そのままの方が組み合わせの相性がいいかもしれません。個人的に麺のおすすめは太
ト面だと思います。夜中1時半過ぎに締めのラーメンとビールって健康には確実に良くないですね。一元さんのトッピングは味玉、チャーシュー、天かすとエビ粉がラーメンに乗っています。これが紅生姜にエビを練り込んで揚げたカリカリの天かす。私はこれを溶かして食べるのが大好きです。あと一元さんの煮卵が半個なんですよね。これはちょっと不思議に思っています。黒っぽい粉がエビ粉です。エビの頭を焼いて粉にしたものです。エビの香ばしさがプラスされるようですね。やっぱりトッピングを考えても個人的には味わいが一押しです。トッピングを徐々に溶かしてエビを調整する感じがおすすめなポイントです。実はここまでたどり着くのにジンギスカン、寿司屋を経由して今に至ります。18時頃からスタートして今の時間になりました。お酒で満腹中枢が麻痺しています。まあたまに帰ってくる札幌だからいいかと思っています。この生活を3泊4日分繰り返します。札幌に来るときはそれぐらいじゃないと面白くないです。だいぶ食べました。ごちそうさまでした。私は味わいをおすすめします。今度塩も試してみたいと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。また来ます。ありがとうございました。帰り道で見つけてしまいました。48年も営業されていたんですね。確かに子供の頃からここの店はありました。前々から気になっていたのですが入ったことはありません。閉店する前に1回ぐらい入ってみたかったです。多分中華鍋で作るラーメン、札幌の中華屋さんのラーメンではないでしょうか。入ったことがありませんでした。残念です。1回ぐらい食べに行きたかったと後悔しています。どんどん知っている風景がなくなっていきます。なんか悲しいですね。ここも 2,3 年前に廃業しちゃいましたね。金富士さんはお体を悪くして廃業されたと記憶しています。ちなみにここはたぬき工事10丁目でしょうか。もしかすると11丁目かもしれません。この辺りも有名ですね。歴史はあまり知りませんが今は新しいお店ができています。結構癖強な店が多いと思っています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルが気に入っていただけたらいいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。大変励みになります。